けましておめでとうございます。外札だよ。いい天気ですよね、群馬。いい天気なんです、非常に。皆さんとかどうですか？で、今年のね、2019年の目標を今から発表していくんですが、いい天気だし、せっかくだから外で撮ろうかなと思って、ちょっと車走らせてね、ここに来て撮ってます。人がいないのが救いです。ちょっと犬の散歩をしてるおじちゃんにはね、何やってんのっていう感じでしたけど、気にせず行きましょう。はい、じゃあ早速発表していきたいと思います。で、ちょっと紙書いてきたんで、ちょっと飛ばされそうですけど、ね、これですね、チャンネル登録者85万、で、学校の先生の認知度っていうところと LINE スタンプと CM です。あと全員合格ね。これで行きましょう。サクッと忘れ、サクッと寒いからね。で、まず85万でいきます、今年は。で、数字の目標は今年はこれのみです。正直厳しいと思います。で、生放送の時にね、81万ハイチなんでね、で、どうですかってすげえいいと思ったの。あ、それいいなと思ったんだけど、もともと85って思っちゃってたから、80って思ってて81に変えるんだったらまだよかったんだけどね。85でいく。で、2018年が約20万人の増加でした。ってことは、今51万ぐらいかな。なので 1.5 倍のペース、去年よりも。でも届かないんですよ、これはね。非常に厳しい、特にこの勉強チャンネルでは。今自分でもこれがどう伸びていくのかがわからない、正直ね。この勉強っていうそのフィールドでどこまでいけるのか。急に伸びなくなることだってあり得ると思うんだよ、教育だから。し、下がることもあるかもしれない、上がらないんだけど。でも目指すにはやっぱりちゃんと目指したいし、今現段階では達成できるだろうっていう気持ちは本当数パーセントしかないです。自信はほぼほぼない今でも。去年も45万で目標立ってて、いやー絶対きついってって思いながら試行錯誤して、もうトライアンドエラーする人生なんて。試してみて失敗してやり直してまたチャレンジするんだよ、そんな繰り返しながら。で、それをなんかがむしゃらにやってたらさ、なんかね、ありがたいことに50万いってたから、今年もそういうスタンスで終わった時にね、笑ってるか悔しがってるかわからないけど、やるだけやろうぜっていうスタンスでいきます、今年もね。だから、まあ数字はそこで、そこを目指しながら今年は頑張っていきますので、よろしくお願いします。ぜひね、皆さんの協力も必要なので。で、次がすごく大事で、学校の先生の認知度なんですけど、自分はですね、別に YouTuber としてもなんかチヤホヤされたいとかっていう欲はさらさらないんですよ。キャーキャー言われたくも特にないので。で、ただ自分みたいに無料で勉強できるっていうそのものがあるっていうことを知ってほしいの、もっと日本でもっと広めたいので、そういった意味で教育を変えたいと強く思ってる人間なんです。だからそのためにね、やっぱ学校の先生の認知度を上げなきゃダメだっていう強く思った2018年。去年は本当にいろんな機会をいただいて、学校の先生とか教育関係者の方とかたくさんお話しさせてもらったんだけど、あのね、まあ、みんなも感じてるか、きっと感じてると思う、学生だしね、みんなね、めちゃくちゃね、溝が深いよなかなか、YouTuber とか YouTuber の授業ふざけてんでしょどうせみたいな、大したことないんでしょって本当思われる。で、正直自分のことを知ってもらっても、いや大したことないわって思われて、それはいいんだよ別に、だって俺の力不足だ、そこは俺が頑張んなきゃいけないんですけど、でもやっぱり知ってもらって、あ、使えるんだって、あ、こういうのもあるんだね、選択肢としてっていう風にやっぱ思ってもらわないと、先生に。そのために今年はいろいろ頑張る。これは YouTube の数字には直結しません。再生数が伸びたりとか、登録者が増えたりとか、自分がもらえるお金が増えたりとかとかない、きっとそこは。でもね、自分のやりたいこと、自分の目指す教育の形がそっちだから、今年はそこを目指したいな、すごく力を入れて頑張ります。だからこれはね、達成したかしてないかがすごく曖昧になります。そうだから、自分が終わった時、来年のさ、今年かの12月31日にどう思ってるかな、分かんないんだけど、でも振り返った時に、おー、ハイチよくやったじゃんって、ここまで頑張った、やったやったよって思えるように頑張ります。はい。で、3つ目 LINE スタンプですね。これさ、長く応援してくれてる方はきっとね、おーって思うんだよ、おって。なんでかっていうと、何年前、2年前か3年前かなの目標にあったんだよね、達成できなかったんですよ、作れなかったんですよでもね、今年はね、やっぱね、自分の力だけじゃないんですけど、今いろんな人の力を借りることができるので、力を借りて LINE スタンプ作りたいんです。自分の LINE スタンプをみんなが使ってくれてるのがね、ちょっとね、そうなってほしいなって思ってて、で、こういうの作りたいっても案がずっとあるんですよ、その時から。それはね、実現、形にできてないんで、これはね、今年ちょっとちゃんとやる。で、4つ目 CM です。大きいでしょこれね、大きな目標立っちゃった。
割とねテレビはちょこちょこと出させてもらってて、まあ、ちょこちょこって言っても1年に 1,2 回ですけど、まあ、出させてもらったの でなんかねほんとちょい役でいいからね CM 出てみたいんですよね。あのできれば勉強系の塾とかの CM にって思っていて、まあまあ今その問題提供とかでもそうだけど栄光ゼミナールさんにね仲良くしてもらってるんで栄光さんどうですかとか言ってみて、いやそれちょっとねちょっと提案してみようと思ってる絶対通らないけど、でもさ口にしなかったらさ絶対叶わないんだよこういう目標、こんな厳しい目標、俺が CM 出ようって言ったら絶対無理じゃんか。そうでも口に出してそれを聞いておって思ってもらえる人がいるかもしんない。だからみんなも口に出すんだよ目標っていうのは。目標とか夢をね口に出してバカにする人はいるんだけど無視したらいいんだって。そんなんはだって人のさ夢をバカにする人なんからさ意見なんか聞いてらんないし、そんな暇じゃないこっちは。でしょ。だからまあこれを聞いてうわあいつ CM とか調子乗ってるって思うかもしんないけど、いいそれは思う人は思ったらいいんだもん。それはいいんだって。でも俺は本気で思って出てみたいんだもん、しょうがないよねっていう。一度きりの人生だからさいろんなことしてみたいんですよ、できるんだったら。そう思ってね、だからこの4つの目標で今年はやっていきます。であとは全員合格はいつも通り理想論とかだと思います。自分もそう思ってますけど、でも一人でも多くの方が合格してほしいし、特に自分の動画を使ってくれてる人がね、なのでそれを本気で応援できるように動画の撮影も頑張るし、で、まあ、動画以外のことが今年も増えます、増えるので、まあ、どういうふうにこのチャンネル自体も動いていくかっていうのはまだわからないんですけど、あの2019年変わらず頑張るってよく使ってたんですけど、やっぱちょっと違うっすね。去年以上に頑張って必ずいい年にします。そしてみんなに何かしらのプラスのものを提供できる、勉強チャンネルにしていきますので、2019年もねどうぞよろしくお願いいたします。いい天気だね。はい、よし、じゃあ頑張ろうぜ今年も。ということでまた次回の動画で会いましょう。みんなも頑張ってね、目標立てていくんで1年頑張りましょう。それじゃね、バイバイ。寒い。